2023 23年4月23日の鉄道チャンネルサイトニュース小田急が自然体験型観光を実践箱根登山鉄道箱根湯本駅近隣に新施設間もなくオープン小田急電鉄が神奈川県箱根で新しいスタイルの観光振興に乗り出します来訪者や地域住民に豊かな自然を知ってもらうことでリピーター化する自然体験型観光を目指します 小田急は従来の物見予算型と視点を変えた自然体験型観光に乗り出すことを決め環境省箱根町箱根町観光協会ゴールドウィンの官民4社と一緒に新観光ブランド箱根イチャーを立ち上げました箱根登山鉄道箱根湯本駅近隣には4月28日に観光施設箱根イチャーベースをオープンします建物は2階建てで 約450平方メートル1階のラウンジではコーヒーやオリジナルのクラフトビールを販売絵本を中心にしたライブラリーも開設しますパートナー企業のゴールドウィンはアウトドアショップザ・ノースフェイス箱根を開店箱根限定商品も取り扱います2階はワーケーション対応のメンバーズラウンジや多目的スペースのスタジオ講座形式などのワークショップやセミナーを開催します 最後に小田急と箱根の関係をたどります。小田急は1927年、新宿、小田原間を一気に開業しました。箱根登山鉄道とは、現在はグループ企業ですが別会社で、箱根湯本への旅行には小田原での乗り換えが必要でした。箱根登山鉄道の開業は、小田急より早い1919 19年です。小田急が、 箱根登山鉄道への乗り入れを始めたのは戦後の1950年から、登山鉄道は標準機の1435ミリ、小田急は狂気の1067ミリで線路幅が違いますが、箱根登山鉄道は小田原、箱根湯本間を3線基準にして、小田急の電車が箱根湯本まで直通運転できるようにし、箱根アクセスを大きく改善しました。現在、小田原、 箱根湯本館はロマンスカーを含む小田急の電車だけが走りまるで小田急の視線のようになっています小田急は1957年にデビューした軽量高性能の初代ロマンスカー3000型や1963年登場の全面展望車3100型に始まり現役の6万型や7万型まで魅力あふれる特急ロマンスカーを投入その点では 箱根の観光ブランドイメージを確立させた主役の一角を占めるのが小田急といえるでしょう。